中堀海とは日本の作曲家。本名は中堀勝生。アメリカ合衆国のニューヨークを拠点としている。1989年に千葉県浦安市に生まれる。日本と中国のハーフで国籍は日本。中学2年の頃に作曲やピアノ、ギターなどの楽器を独学で始めている。2005年に進学校の海上中学校を卒業し、 同年に同高等学校を中退。カナダへ高校留学し、現地の友人らとメタルなどのバンド音楽に熱中する。2007年に日本に帰国している。2012年東方音楽大学音楽学部、音楽学科作曲専攻を主席で卒業後、サンフランシスコ音楽院修士家庭作曲家に、小学金給付制として留学し、2014年に修士号を取得する。 2012年12月、小山光と発案した、アエンプロジェクトを主導し、4度の演奏会を主催した。また、富士山と美穂の松原とのコラボレーションを企画し、2014年7月から10月まで、裾野市立富士山資料館の特別展示にて彼の作品の楽譜、音源が展示されており、2014年9月には、美穂の松原の羽衣ホテルにおいて、 小演奏家の宮田真由美らによって富士と美穂をテーマにした作品が世界初演されている。2013年11月、イタリアのローマ日本文化会館にてピアノ曲が招待作品として高橋明によってヨーロッパ初演され、現地のシンポジウムにて英語での日本の音楽に関するスピーチを行っている。このピアノ曲のヒドニー・スティンクツは2012年の 大田区民ホールにて、高橋明に検定され、世界初演されている。2014年6月初めに、ニューヨークへ拠点を移す。ハイダーアンサンブルを組織し、芸術監督に就任。2014年6月25日に、中国新選手の新聞、アキラ法からインタビューを受け、中日ハーフの若手天才作曲家として、新聞、インターネットに取り上げられる。 2015年5月29日、国際連合本部にて、ミュージック・フォー・ピースと題した古典演奏会を開き、自作品の富士山の頂きを指揮している。2015年8月、コンポーザーイン・レジデンスを務めた、クヘミア・アンサンブルと南米ツアーを観光。アルゼンチンのコルドバ国立大学のオーディトリウム、コルドバ国営ラジオのホール、コロンビア国立大学のオラフルーツホールにて、 ソプラノ都市内学のための01が演奏されている。また両大学の学生を対象に作曲のマスタークラスを開いている。同作品は2016年6月、ブライアン・ m イスラエル賞を受賞。2016年7月、音楽を担当した映画海の彼方が台北映画賞のドキュメンタリー部門にノミネートされた。2017年3月、 ゲーテインスティトゥとト移植の七力と弦楽四重奏のためのホタルビが東映国際音楽祭にて世界初演された。同年の9月には竹尾国際音楽祭にて招待作曲家を務める。移植作品の尺八のための名月などが演奏された。2018年2月、ロゼッタアンサンブルの作品公募審査員及びゲストコンポーザーに就任。 移植作品の室内楽、スナモンが京都芸術センターにて世界初演された。2019年3月、日本、ハンガリー国交樹立150周年、記念演奏会にて、東京文化会館と岡村カンパニー移植の室内楽、二つの異なる絵が自身の指揮によって世界初演された。二千十九年八月、ドイツのインプロンタアンサンブル作曲コンクールにて、 クラリネットと弦楽四重奏のための八重山ひるぎが148作品の応募の中から第1位を受賞。ブダペストでの受賞コンサートでヨーロッパ初演される。2020年9月、オペラ、レーガ、豊岡演劇祭2022で自身の指揮によって世界初演された。竹光徹の影響を受けて、クラシック、現代音楽、日本の伝統音楽の要素を用いている。 自然や精神世界を作曲のテーマとしており、霞がかった音響と捉えどころのない時間感覚は独特の世界観を作り出している。ありがとうございます。